来年春、ソリチョウ・タカシさん主演の大ヒット学園ドラマ、G2 はスペシャルドラマで復活することが発表され、注目が集まっています。この作品で出会い結婚した女優、松島菜々子さんも登場するのか否かに注目が集まる中、週刊誌、週刊女性、は、来年1月期に、夫婦それぞれが連続ドラマで主演すると報じています。 富士テレビの水曜22時のドラマ枠では、10月期に、向井誠さん主演の、パリキヒロアキが放送され、次に、来年1月期に松島奈々子さんが主演する作品が放送予定です。松島奈々子さんは、2017年以降、1位2本の連ドラに出演していますが、連ドラ主演は、2016年7月期放送の、営業部長吉良、夏子、 最後で、現在は、大仕事に向けて、ジムで体力づくりに励んでいるそうです。また、来年1月期には、ソリ長隆さんが、テレビ朝日の木曜劇場枠で支援し、女優、春さんと共演する予定です。しかし、娘2人が海外に留学したため、子育てが一段落した夫婦は、同時期に、 連続ドラマのオファーを受けたそうです。ソリチョウ・タカシさんに関しては、昨年に、相棒、シリーズを卒業して以降も、俳優として精力的に活動し、今年は、流星量産支援の、スタンド・ユーピースターと、未出演し、さらに、両親との一家侵入事件で市川猿之助被告が逮捕され、交番が決定した天海祐希さん主演映画、 劇場版緊急取調室 THE ファイナルでも代役に抜擢されるとの情報もあります。さらに、GTO リバイバルの撮影が今月からスタートしており、ソリ長さんは俳優業で大忙しです。一方、松島奈々子さんも今年は、松本潤さん主演の NHK 大河ドラマ、どうする家康、橋本環奈さん主演のドラマ、王様に捧ぐ指輪、 そして15日から、公開の菅田正樹さん主演映画、ミステリーという物例に出演し、子育てが一段落したからなのか、仕事量が明らかに増加しています。スタンド UP スタートには、ソリチョウ・タカシさんも出演しており、視聴率は3.3%でした。一方、春さん主演の、私のおよめくんは5.6%。 杉野陽介さん主演のバラカモンは最終回直前時点で4.9%でした。松島奈々子さんは前作の営業部長吉良夏子、あ大こけし、ネット上で批判されたため、連ドラでの主演はありませんでした。しかし、7年半経った今、松島さんが再びフジテレビの連ドラで主演することになりました。予想では、 ソリチョウ・タカシさんの主演ドラマの方が視聴率で勝つでしょうが、松島さんの役柄に注目が集まっています。今後の発表が楽しみですね。一週間の主なドラマのニュースをまとめて紹介する、ドラマ一週間。今回は、ソリチョウ・タカシさん主演の連続ドラマジートあ、約26年ぶりに新作スペシャルドラマとして復活する話題。ボトウ・グミコさんが30年ぶり地上波ドラマ出演となる。 2024年新春放送の松本成長ドラマスペシャルカオの会見に出席したことが話題になった。前5編で取り上げる。俳優の有村架純さんと坂口健太郎さんがネットフリックスシリーズさよならの続きでダブル主演を務めることが9月13日明らかになった。2017年度前期の NHK 連続テレビ小説ひよっこ でヒロインを演じた有村さんが、同作の脚本を務めた岡田義和さん、監督を務めた黒崎博さんと再タップを組む。ドラマは、岡田さんの完全オリジナル作で、事故で恋人を失ったヒロインと、その恋人に命を救われた男の切なくも美しい奇跡を描くラブストーリー。特撮ドラマ、仮面ライダーリバイス。 で、いがらし大事仮面ライダーライブを演じてに人気を博した俳優のヒューガワタさんが、10月期の連続ドラマ、うちの弁護士は、手がかかる、に出演することが13日、明らかになった。ドラマは、弁護士の業務をサポートする専門職、ハラリーガル、がテーマの物語、生きる希望を見失っていた芸能事務所の元敏腕ンンマネージャー、倉前つが、 新人弁護士のアマノアンを法廷のスターにすることを目指して奮闘するリーガルエンターテインメント。古伝恵子さん、佐藤香オさん、松尾・悟さん、村川・恵里さんの出演も発表された。俳優のシュさんが13日、NHK 大阪放送局で行われた NHK 連続テレビ小説のバトンタッチセレモニーに出席。10月2日スタートの ブギュギー、主演のシュリさんは、放送中の、ランマン、主演の神木隆之介さんと、その妻役の浜辺美波さんとセレモニーを行った。バトンパスでは、疾走感のあるポーズをとる新木さんと浜辺さんから、シュリさんは、銀色のバトンを引き継いだ。ドラマ一週間では、連続ドラマジートゥ、が、 約26年ぶりに新作スペシャルドラマとして復活し、後藤組子さんが30年ぶり地上波ドラマ出演となる、松本成長ドラマスペシャル、顔、の会見に出席したことが話題になった。また、有村架純さんと坂口健太郎さんがネットフリックスシリーズ、さよならの続き、でダブル主演を務めることが明らかになった。有村さんは、 2017年度前期の NHK 連続テレビ小説、ひよっこでヒロインを演じ、同作の脚本を務めた岡田義和さん、監督を務めた黒崎博さんとサイタップを組む、俳優のヒューガワタルさんが、10月期の連続ドラマ、うちの弁護士は、手がかかる、に出演することが明らかになりました。ドラマは、弁護士の業務をサポートする専門職、 パラリーガル、アテイマの物語で、生きる希望を見失っていた元芸能事務所マネジャーの倉の舞つとむが、新人弁護士のアマノアンを、法廷のスター、にすることを目指して奮闘します。また、コデン・ケイコさん、佐向カオルさん、松尾サトルさん、村川エリさんも出演が発表されました。通常は、撮影中のスタジオで行われるセレモニーですが、 今回は、同局の高瀬構造アナウンサーが、ブギウリ、でナレーションを担当し、司会と進行を行いました。ステージ上で開催されました。バトンパスでは、新木さんと浜辺さんが、失走感のあるポーズを取り、趣里さんが、銀色のバトンを引き継ぎました。ドラマ、うちの弁護士は手がかかる、は、岡田さんの完全オリジナル作で、 事故で恋人を失ったヒロインと、その恋人に命を救われた男の切なくも美しい奇跡を描くラブストーリーです。最古役の有村さんは、プロポーズされたその日に、恋人の祐介を交通事故で亡くし、悲しみに打ちひしがれます。ナルセ役の坂口さんは、祐介の心臓を提供され、心に違和感を覚えるようになります。人気俳優のヒューガ渡さんは、特撮ドラマ、 仮面ライダーリバイスの五十嵐大事仮面ライダーライブ役で注目を浴び、10月期の連続ドラマ、うちの弁護士は、手がかかる、に出演することが13日に明らかになりました。ドラマは、弁護士の業務をサポートする専門職、パラリーガル、アテーマの物語で、元敏腕ンンマネージャーの倉野舞務が、新人弁護士のアマノアンを、法廷のスター、 にすることを目指して奮闘するリーガルエンターテインメントとなっています。俳優の趣里さんが13日、NHK 大阪放送局で行われた NHK 連続テレビ小説、バトンタッチセレモニーに出席しました。趣里さんは10月2日スタートのブギウリで主演を務めており、セレモニーでは、ランマンの主演である神木隆之介さんと、 その妻役の浜辺美波さんと共に行いました。通常ワークスタジオで行われるこのセレモニーは、今回は、ブギュギ、でナレーションを担当する高瀬幸造アナウンサーが司会、進行し、